スタートいたしました。始めました。始まりました。こんばんは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 。5分からなんでね。はい。今ちょっと2分早いですけども。こんばんは。こんばんは皆さん。今日も暑かったですね。仙台は暑かったです。何度だ。皆さんのところは何度ありましたでしょうか。30度はいかなかったけどね。相当暑かったよね。めちゃめちゃ暑かった。でも確か白石とかそっちも30度とかだったような気がする。岩沼行ってきたんですけど、うん、昨日？あ、今日か。28度とか、あの高速の温度計はそのぐらいになってました、ね、そんなになってたんだ。はい。YT クラウンありますかっていうご質問いただいてます。すいません。はい。完売になっちゃってましたね。すいません。もともとそんな数はなかったんですけど、ちょっと完売になっちゃってましたね。すいません。すいません。楽しみにしていた方、結構今日もね、何人か聞かれたもんな、はい、本店のオンラインとかもなくなってる？なくなってるものもあったんで。そうなんだ。皆様お早めにということで、はい、マイティクラウンはないですが、はい、新作の紹介をしていきたいと思います。していきましょう。今僕も被ってる、はい、キャプテンズヘルムのウォータープルーフのジェットキャップ、お入荷しました。入荷しました。黒とあとこちらのレオパーですねが入荷しておりまして、まず高機能ですね。撥水性、浸透性あるんで使い勝手がめちゃめちゃいいキャップになっております。なんかあのキャプテンの写真でもやってたけど、ほんとずぶ濡れでも弾いてたもんね。全然弾いてたんで、あのアウトドアとかでも全然かぶっていただけるかなと思います。今日も早速動いてるんで、こちらも早めに、後ろは、調節可能になってます。やっぱり人気だしね、キャプテンのヘルム。キャプテンのキャップはすぐ売れちゃうので、早めに。黒とレオパードになってます。かぶった感じも浅すぎず、深すぎずっていう感じになってますんで。形綺麗だよね。形綺麗になってます。はい。ということでキャプテンズヘルムから、キャップが入荷してますということで、はい、ということで募集できました。じゃああとアンチドットいきますか。アンチドット、はい、今日発売、はい、22SS発売開始いたしました。はい。定番どころとあと新商品も入荷してるんで、うん、今日売れましたね。めちゃめちゃ売れてます。めちゃめちゃ売れました今日。うちちょっとだいぶサイズ欠けてたりとかね、はい、もうないもの多かった、スカスカになってたんですけど、めちゃめちゃ大量に一気に潤ったんで、いろんな組み方がまたしていただけるかなと思います。はい。やっぱ欲しいけどサイズ感わかんないとか、まあ、どの太さがいいのかとか、あとまあ長さも2種類あったりとかするんで、あとトップのバランスとか、まあ、その辺わかんないと思うんで、はい、一応できる限り説明できればなと改めて思ってます、はい。でまず基本のチェーンからいきますか。じゃあチェーンからフィガロチェーンですね。フィガロチェーンちょっとわかりやすいように、3種類揃えてみました。どうでしょう、見えやすいですかね。見えやすい。一番細いのがナローで、真ん中のが通常のフィガロチェーン。
で、一番太いのが、ワイド、フィガロー。こんぐらいのこう太さの差があります。太さも違いますし、そのコマもやっぱ細くなるんで、結構こう、見え方変わってきますよね。これ全部50センチですね、今。で、ワイドだけ、この T 字の留め具になってます。で、ここにもちゃんと彫金が施されてるんで、ここはさすがちょっとワイド、豪華な感じですね。はい。一応太さはこの3種類チェーンはあります。あとトップですね。トップです。入ってきたやつ、まず新作から紹介しようかな。新作。はい。新作。こちら。見えづらい。はい。これジルコニアですか？ジルコニアです。はい。の、ダイヤトップスですね。カットストーンペンダント。カットストーンペンダント。で、あの、指輪によくあるこの爪で石が止まってる感じですね。で、ちょっとぼやけて見えないんですけど、この脇にもちゃんと彫金が入ってます。しっかり厚みもあっていい感じですね。まあ、つけてみた方が早いですからね。ちょっといろいろあとつけてみます。はい。一旦ちょっと全種類紹介しますね。で、こちらがハートのトップ。で、表面も彫金、あと横も彫金。あ、横入ってねえや。表だけ彫金が入ってるハートのトップですね。はい。で、あとこちら。ジーザス、キリストの絵柄と、でその周りにまた石が入ってますね。カットストーンが小さめに散りばめられてます。でこっちは横に彫金が入ってます。こっちもしっかり厚みがあってペラペラなチープな感じはしないですね。しっかり重厚感のある柄も絵も細かい感じですね。でこれがオーナメントトップ、シンプルにちょっと丸い長丸楕円形の形ですね。で中に彫金が入ってるデザインですね。で最後タイニークロス、普通の方のクロスも入ってきたんですけど、そっちがもう完売になっちゃって早くもなので、ちょっとこっちのタイニーだけになっちゃいました。これも、彫金が入ってる、クロストップですね。はい。で、どのチェーンにどのトップスが合うとか、まあそういうのは、まあこれがといって正解とかはないんで、みんな自由に組み替えてもらってる感じですね。そうですね。はい。で、一応今ワイドの60ですか、これ。60です。お、りょうちゃんがつけてくれてるんで、これがワイドですね。つけた感じ一番太いタイプですね。やっぱこれ1個付けでもインパクトがしっかりある、うん、なんか普通の多分フィガロとかナローとかだと離れてみた時にほんとシルバーの線みたいに見えると思うんですけど、これはやっぱちょっとしっかりコマも大きいしチェーンの太さも太いんで、なんかギラッとネックレスつけてる感、この距離でも分かるかなっていうネックレスですね。はい。でもこれちょっと太いんでトップは入らないデザインなんですけど、まあ1個でかなりの存在感があるネックレスになります。はい。で、あともし重ね付けするんであればこういう感じですね。よく今いつも自分がつけてる組み合わせ、ワイドとナローです、これで。ワイドの方にはトップはつけないで、細い方にトップつけてる、こういうバランス、今これが一番気に入ってる組み合わせです、自分は。でトップはジーザス、はい、こういうつけ方いいですね。ちょっといろんなトップつけてみます。
せっかくなんで新作のダイヤカットストーンのトップをつけています。あ、秋山さんこんばんは。こんばんは。いつも見ていただきありがとうございます。今アンチドートの紹介してました。お風呂洗いの BGM に聞きます。あ、すいません、ありがとうございます。お風呂洗いに聞いていただいて。はい、どうですかこれ、かっこよくないですか。ダイヤトップ、透明から見るとほんと小ぶりなんで、でもこのダイヤがでかすぎたりとかするとちょっとこうレディースっぽくなったりとかするんで、このぐらいのバランスすごいいいと思います。これ新作のカットストーンのトップですね。これ1個付けでもいいですし重ね付けでもいいですね。これちなみにチェーンはナローです。こんばんは。あ、ミラク君こんばんは。こんばんは。はい、りょうさん、こちらがフィガロチェーンと、はい、中間の太さのやつですね。そうですね、はい、とあとさっきのオーナメントの丸いペンダントはい、つけました。これで50センチです。こんな感じです。やっぱ1個でも様になりますからね。あとチェーンだけでももちろん様になるし、ガンガン重ねてしてみよう。あとこれつけてほしいとかこのサイズのやつ見たいとかっていうのあれば言ってください、コメントください。あとこれにこのトップつけてほしいとかそういうのもあの参考になればなと思いますんで、お店来れない方たちの。後藤さんとかもたまにやってるんですけど、こうやってトップをかなり重ね付けしちゃうっていうのもかっこいいですね。これ今タイニークロスとカットストーンとあとジーザスですね、3つつけてます。こんぐらいトップつけると相当インパクトやっぱありますよね。組み替えできるのが楽しいですからね。これうちのお客さんたちもどんどんねつけてる人たちが増えてきました。で最初チェーンだけ買ったけどやっぱどんどんなんか重ね付けしたくなってきて、チェーン2本付けとかまあ、トップね何個もつけて見てもらったりとかっていう、1個買ったらもっと欲しくなっちゃうのがこれやっぱアンチドートの魅力っすね。こうジャラジャラつけるのかっこいいっすよね。店長のウエスタンシャツかっこいい。これ昔の昔2年前ぐらいかなこれ。そうっすね、のワコマリアのウエスタンシャツですね、グレーのやつ。このデザインはちょっと変わるんですけど、秋冬でもウエスタンシャツ出るんでいいですよ。ワコマリアのウエスタンシャツはなんか本気な感じもあんましないでゆるく着れるんで。はい、ヨウちゃんがワイドフィガロと、はい、あと普通のフィガロの2連付けにあとハートのトップですね。おこんな感じであの長さを揃えた感じもかっこいいかなと思います、はいはい。トップつけた方だけはちょっと垂れ下がるんですね。そうですね、ちょっとトップの重みで下がるんで、はい、あのいい感じに差別化できてかっこいいなと思います。おすすめです。一回ちょっとネックレスしまってもらっていいですか。やっぱあるとないとで本当遠目からでも印象変わるんで、これまあないバージョンですね。やっぱネックレスがなんで目立つかっていうとやっぱ顔の周りだからなんですよ。自然とやっぱあの YouTuber のMB も言ってましたけど、顔の周りとまあやっぱ端端って言ってたんですよね。体の端、頭とか足先とか人間がこう
対面した時にまずどこを見るかっていうと絶対顔じゃないですか。で顔に近いパーツっていうのはやっぱおのずと一緒に目に入って印象になるっていう、だからピアスとかメガネとか、まあ、ネックレスとか、まあ、こういうのってやっぱ相当人の印象を変える効果があるんで、なんかちっちゃくてもやっぱそれだけでね全然与える印象、ちょっとおしゃれな感じの印象を与えてくれたりとか華やかな印象になったりとかするんで、まあ本当思ってるよりも相当効果があります。で同様にやっぱり靴、足先、先っぽなんで靴とか、あと手先ですよね、まあ、こういうリングだったりとかブレスレットだったり時計だったりとか、やっぱそこが終着点なんで視点の、だからそこで止まった時の場所っていうのがインパクト出るっていうことですね。うん、若のウエスタンなんですね、黒欲しいですね。あ、黒出ますよ次、めちゃめちゃかっこいいね、あのウエスタンシャツもね、はい、楽しみにしててください。そうなんですよ、っていう意味でなんか皆さん思ってるよりもアクセサリーとか重要ですよっていうお話です。まあ特に夏は皆さん欲しくなると思うん でそれはやっぱり理由あって、身につけるアイテム数が少なくはなるんで、 T シャツとパンツとかで、そうなってきた時にやっぱアクセサリーは相当効いてきますよね。うん、あと秋冬もアウターとかこう重ね着が多くなって、まあ、重たい色のものが多くなると思うんで、黒、紺、グレーとか男性は特に、まあ、そういう時にこう隙間からギラッとシルバーが光ったりとかゴールドが光ったりってするとまたすごい目立ちますよね。特に自分は黒ばっか着るんでシルバーが相当目立ちますね。これワイド60ですね。おっとおっとおっと決めてきたね。逆にやってみよう。逆にね、この短い方にトップつけてワイドを重ねる、まあ、こういうこともできる、こういう感じもねかっこいいしね、いろいろできますよ皆さん、いろいろできちゃうんですよ。気分で変わってくるんですよねやっぱり、どんどん。うん、ちょっと前まで俺はネックレスこう全部出すよりこうちょっとしまって、でもここにこうここから出るじゃないですか、これだけをこう見せたいなっていう時期もありましたし、でも今はもうちょっとこう全部出したい気分ですかね。あとたまに格好によってはちょっときれいめだったりとかするときは片方だけしまったりとか、うん、こっちだけ出すとか、まあ、コインの方だけ出す、うん、これでだいぶ印象も変わるんで、こうやってちょっと遊んでますね首元で。あとワイドフィガロのブレスレットもあります。同じく T 字で止めるタイプですね。ブレスも大事です、まあ、このぐらいですかね一応、はい、アンチドットで紹介したいのは。逆にめちゃめちゃ売れてるんで、うん、すごい動いたね、はい、お早めに皆さん。そうですね、まあ、一応切らしたらまた取る予定ではあるんですけど、まあでも欲しいタイミングでその時ね、次いつ入荷になるかとかわかんないんで、皆さんやっぱ夏欲しいとかってなったらアンチドートの5番です。特に意味ありません説明してもらっていいですか。アンチドートの5番です。アンチドートの5番、5番っていうのは特に意味ありません。あ、意味はないんだ、すいません。深みはありません。そうだね、深みないね。深みはないです。じゃああとバンクス紹介しましょうか。はい、バンクスいきますよバンクスも入ってきたんでちょっと紹介します。
はい、商品ページはあるんですけど、はい、全部セットアップで展開されてるシリーズですね。半袖シャツとショーツのセットアップ、まずはいこちらの、はい、レオパードといえばっていう感じのこのキャメル、そうですね、キャラ表記、キャラ表記じゃなくてキャラ表記、うん、カラー表記キャメルです。キャメル、はい、まあ、確かにちょっとこうブラウンっていうかライトブラウンみたいな感じの色ですね、はい、感じです。でショーツは全部、水着としても使えます。はい、で素材はコットンです。はい、キャメルと、はい、こちらのカラー表記がブラックっていう感じの、はい、なんかチャコールグレーっぽいよね。はいはい、ネイビーじゃないですけど、確かにちょっと青みがかったチャコールグレーというかブラックというか感じのカラーですね、はい、でショーツは全部、あとウエストがゴムプラス紐になってるんで、はい、これはありがたいのと、あとポケットもちゃんと後ろにも、うん、後ろのポケットもついてるし水抜き穴もあるし、はい、あと裏は、そうだね、これはあのインナーショーツみたいなのがないタイプなんで、はい、結構街でも履きやすいかなと思います。ブラックそして一気に華やかになりますね。一気に、はい、何でしょう、はい、ハワイですかね。そうだね、ハワイだね。ハワイですか、この一気カラーは、うん、これもまた可愛いよね。南国な感じで、うん、ボタニカル柄の、はい、セットアップ、ちょっと水彩画みたいなタッチで描かれた絵ですね。でこれは一応セットアップなんですけど生地が違います、上と下で、はい、上はなんかちょっとリネンシャツっぽい感じ、トロッとした、あ、やっぱそうだね、コットン 70% リネン 30% っていう生地ですね。で生地感がちょっとさっきのとは違って、うん、リネンシャツの独特の毛羽立ちみたいなのがあるタイプですね。とショーツ、はい、まあ、作りは同じで後ろにポケットあって、ウエストゴムと紐、はい、あと水抜き用の、メッシュが入ってるっす、はい。でこれはあと裏地もメッシュになってます、うん、なので、まあ、濡れたりとか汗かいたりとかしても張り付かないでさらっと着れるインナーになってますね、はい、生地は違いど合わせて着てもらっても大丈夫です。であとはまあバラバラにね使うことも可能になると思いますし、はい、もちろんバラで買っていただいても大丈夫です。はい、次こちらも花柄の、はい、これもちょっとアーティスティックな感じだね、はい、現代アートみたいな感じの絵ですね。アンディ・ウォーホルみたいなテンションの花ですね、はい、すね。これも最初のシャツとかと一緒かな。そうですね、 100% コットンです。ちょっと薄手なコットンシャツなんで、あとまあ別にストレッチ成分入ってるわけじゃないんですけど、少しちょっと伸び感があるんで、はい、夏っぽくリラックスして着ていただけると思います。と下のショーツになります。はい、かわいい。これも続きまして最後ですね、じゃあストライプのセットアップ、はい、これカラー何になるかな、あ、デニムだからネイビーっていう表記ですね。ネイビーっていう表記なんですけど、はい、ネイビーとピンクのピンクストライプですね。で胸に刺繍があって、はい、刺繍があります。左胸に刺繍がございます。ショーツも左裾に、刺繍があります。はい、全部 L サイズだけになっちゃってるのかな。全部 L です。こう L 着てみますか。やっぱり花柄でしょ、珍しいっすね
ボスがそんなこと言うのって珍しいっすね。やっぱり花柄なんですよ、夏で言えば。すごい柔らかいから着やすいわ。着やすいです。サイズ感はこんな感じですね。172センチでこれ L サイズ着てます。やりすぎなオーバーサイズではないですね。ほんと結構ジャストな感じのサイズ、 L サイズです。りゅうちゃんが75センチで L サイズです、うん、これだとちょっとジャストって感じだね。ジャストって感じなんで、レオパード似合いますね。ありがとうございます。武田さん似合いますわ。今日朝からね、汗だくだったからね。今日は部活でした。久々のなんかちょっと遠征を思い出したっすね。ああ、サッカーの真夏の、うん、まあこの年になって汗だくになることないからね。ないですね。りょうちゃん別に特に運動してるわけでもないしね、今ね。久々にこう、うん、真夏の遠征を感じたっすね、うん、運動しないとダメだよ。どうす、え、してます。ああそうだね。しようかな。月2ぐらいかな。もっとしましょう。もったいない。今週ね、行ったっすか。いや、行けなかったっす。すいません、運動した方が、まあ、お互いね、運動した方がいいということで、はい、運動と睡眠と食事はやっぱ大事なんで、皆さん気をつけましょう、本当に。運動してますか、皆さん。ちゃんとジム行ったり、歩いたり、走ったり。すごいっすよね。ジムでも契約してても月2回とかしか行かなかったら意味ないですからね、俺みたいに。先月なんて1回ですからね。で1回7000円8000円くらい払ってるってことだから。高い授業料ですね。いや高いよ本当に。いや本当にもったいない、マジで行かないと。うん。でも聞いて、今週行けなかった理由なんですか。ゲームが忙しかった。それは、うん、言い訳になるんだ。ゲームがちょっとね、どうしてもね、許されますね。忙しくて。そうなの。e スポーツの方やっちゃって。絶対嘘だ。本当っすか。 e スポーツ。e スポーツっていうのはゲームのこと言う。ああ、そういうことですか。そう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 。あ、ゲームのことを。大会とかそう、e スポーツとか言うじゃん。そう、e スポーツの方で忙しくちゃ、忙しくて。Apex モバイルね、最近初めて Apex やるゲームがありすぎて大変なんですよ。モンハンも買わないといけないし、新しいやつ大変よ、もう本当に。そんな感じっすね、今週は。今週は何がそんな感じなのか分かんないですけど、キャプテンの、はい、そうですね、キャプテンのキャップとアンチドットのアクセサリー類と、まあ、バンクスのセットアップとか紹介でした。でさっき俺トイレに外に出てて、さっきのグレーのウエスタンシャツ着てて、なんか肩にドンって衝撃が走ったと思って。雨かなと思ったら、いや何、いや雨の重さじゃないのよ。なんかトントンって当たって、なんか後ろからなんか投げられたみたいな、トンって当たって、なんだと思って見てみたら鳥の糞が落ちましたね、肩に。でも幸いビチャッとしたやつじゃなくて、ちょっとドライなやつ。あ、塊ですか。そう、どっから落ちてきたんだろうと思って、アーケード歩いてたから、アーケードの上に鳥いたのか。そういうことですね。いやでもあんなドライなやつ出すかなと思うんだけどね。多分その
その日のコンディションとかにもやるみたいな、うん、鳥もね、やっぱり確かにあるもんね、生き物なんで。確かに、ね、ウケますね。ああ、兄貴ね、ディスってんだ、これは、うん、そう。でも俺、鳥の糞が落ちてきたのは人生で2回目。1回目は小学校3年生ぐらいの時に駄菓子買いに外に出て歩いてたら、夏だったね、あれは、カラス頭上飛んでて、あ、飛んでんなと思ったら、その次の瞬間頭のてっぺんにベチョッとベチョッて、それはね、すごい衝撃だったよ。結構な高度からのあの糞って結構な衝撃なのよ、本当に。縮んだもんね、ちょっと多分身長。そう、生温かいものがね、こう頭に乗っかってきてで、まあ駄菓子屋向かうのに半分ぐらいまでもう来てたから迷ったのよ、戻ってシャワー浴びるか駄菓子買いに行くか。で、俺が取った決断は駄菓子を買いに行くっていう、はい、駄菓子買いに行きました、そのまま。皆さんもぜひね、頭にちょっと落ちたってエピソードがあれば、うん、まあないでしょ、そういうふうに直撃した人って。俺人生で2回あるからね。漫画のような話です。いや本当にすげえ確率であいつは狙ってやがる、うん、そんな感じですね、今週は。ということで、すいません。そうなんです、今週ちょっと入荷少なかったんでね。そうですね、はい。お風呂掃除も終わりましたかね、そろそろ。ありがとうございました。今日も見ていただいて、汚い話してしまってすいませんでした。ということで、コメントも、はい、そうですね、でちょっとコメントもおとなしい感じでしたよね、はい。なので今日は、はい、このぐらいで、はい、終わりたいと思います。お、そこで俺も高校に登校してるとき、森でチャリを爆走してたら、まるまる急に鳥の糞がかけられたよっていう、はい。顔に持ってますね。嘘、嘘じゃないこれ。おもろいそれはおもろい。いやでもチャリ爆走のこのねえのとこの鳥のこれで、まあ赤の衝撃だと思うね。もう奇跡ですよ、それ。こういくからね、うん、こう奇跡ですよ。顔で拾ったみたいな感じになるからね、うん、確かに。それはきつい、顔はきつい、顔はきついですね、うん、皆さんも気をつけてください。では、はい、今日はこの辺で、今週この辺で、また来週やりますんで、はい、はい。気づいたらリュックのショルダー部分に。ああ、まあ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 、でも気づいたらパターンもありますよね。ショルダー部分か。でも気づかなかったですね、ショルダー部分に落ちた時に。後ろだったらなんか気づかなそうですけどね。ヤマト君、スカーフェイスありがとうございました。サイズ感良かったです。 ありがとうございます。完璧そうでしたね、あの着てる写真見ましたけど。良かったです、はい。あとはアンチドットのバランスも良かったし、良かったです、いい着こなしでした、うん、というわけで、はい、皆さんも本当に鳥の糞には気をつけてくださいね、はい。また来週、また来週よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。